表するスポーツカートヨタスープラがついに復活。2002年に生産が終了されて以来、実に17年ぶりに新型が発売される。販売開始は今年春と言われている。 GT プラスは発売前のスープラの独占取材に成功。しかも舞台はサーキット富士スピードウェイ。ステアリングを握るのはスーパー GT 最多ポールポジションを持つ最速男立川雄二。新型スープラ、その実力を測る。大丈夫ですか、立川さんのドライビングでカバーしてないですか。この車すごいな。そして中尾明慶も果敢に攻めた。ダメなくまたスピードしてますよね。すごいよスープラ。テレビ初公開、新型スープラの秘められた実力に迫る。さあやってまいりました。ついにこの日が来ましたね。はいスープラを発売前に、新型スープラを、はい、インプレッションできるという。どうですか。そして仙台のねスープラも、はい、これなかなかない光景ですよ。確かに見ない、見たことないな、この光景は。これもう懐かしいですよね。でもこうやって2台並べてみると、ね、やっぱりこの丸みをね、を見た感じとか含め、かなりこのやっぱり近いなっていう、フロントの感じとか、まあ全体的な感じでスープラだなっていう、はい、それだけやっぱりこのファンが多いってことですよね、このスープラは。みんながこう待ち望んで、1993年に登場した A80 スープラ、4代目となるこのモデルは直列6気筒エンジン280馬力を発生し、当時トップレベルのパフォーマンスと絶賛されていた。そしてスープラファンの熱烈な声に応え復活したのがこの新型スープラなのだ。直列6気筒モデルと4気筒モデルがラインナップされ、発足オートマチックと組み合わされる。さらなる特徴は仙台やトヨタ86より短いホイールベース。それに対し幅の広いトレッドで優れた旋回性能を発揮するという。向こうはフェンダーから開いちゃうんですね。これが面白い。そう言われるとそうですね。面白いですよね。このここから開くってなんだよね。ここそんな車ありましたっけ。まあ珍しいかもしれないですね。あんまり見たことない。ここから開くんですね。確かにそうですね。普通こうフェンダー残る、普通は残りますよね。でもこうやっぱ閉めた時にそれが綺麗ですね。綺麗に収まるってことですかね。ここに変な線が入らなくて、あとここのラインは大きくやっぱり、あ、これがね、気を考えて、そう、なんか全面投影面積をこう減らしつつ、でもこう頭の上も、ね、はいはい、確保できるんで、はい、ヘルメットをかぶっても頭がこうぶつからないし、はいはいはい、当然テールランプなどのデザインは新しくなっているが、リアフェンダーにボリュームを持たせるフォルムは先代の面影を残している。真後ろから見るとシルエットが似ている。僕好きですけどね、これ新型、はい、過酷ないです。このリアはいいですね。モリッとした感じはね、なんかこう、はい、力強い感じ、ね、力強い。フェンダーの迫力あります。書き方わかりますまあそれは普通です。多分普通あ、この辺もカーボン調になって、中がやっぱり上がね、立川さんおっしゃってましたけど広いから、ね、スペースが結構確保されてるんでね。これだったらヘルメットかぶっても大丈夫です、ね、普通シーターだけど、はいはい、なんかそんなに乗っててこう圧迫感っていうかあれはないし、はいはい、
あとこれ後ろにね、トランクっていうかまで手が届くんですね。ここね、ああここにそうです、ね、僕みたいな横着のタイプは荷物をここに入れてすぐ止めるからいいですよ、これ。そうですね、後ろにこう席に物が置くような感じでそれだったらそこにポッと置けんじゃないですか。ね、いけますもんね、パッって。あ、いいですね。いやすげえ。続いて懐かしさを感じる仙台スープラに乗り込む。せっかくなんで、せっかくだから、じゃあかけ方わかります？いや、あんまりわかんない。鍵回すんだ、鍵回すんですね。あ、なんかかかる方がいいですね。なんかね、雰囲気が、まあこれはこれでね、懐かしいなっていうね。この時の走りの印象って どうなんですか、このいわゆるブース車両の印象って。はいはい、いや乗りやすいんですよ、実はこうトヨタの車内で、はい、トヨタのテストドライバーとかが訓練するのっていまだにスープラ使ったりするんですよ今も。じゃあもう本当トヨタを代表する。そうなんですね、一台です ね、 だそれ以来なかなかそういう車がこうなかったんですけど、はいはい、今回復活するという。復活。でも立川さんにとってこのスープラってどういう車というか、まあ、GT で僕は活躍を、ね、はいはい、打ち出したのはその当然スープラ、はい、GT カーに乗って、はい、あらなんで、まあ、そんな思い入れはありますよね。やっぱりスープラ、まあ、この車とともにこうレースをやってなかったら今の子はいないかもしれない。それが共に生きてきた方なんですね、スープラと。スープラ人気の一因にはモータースポーツでの華々しい活躍がある。1994年スーパー GT の前身全日本 GT 選手権が開幕。トヨタはスープラで世界の強豪に戦いを挑んだ。2005年に参戦を終了するまで12年間、全88戦を戦い、ゴールポジション33回、26勝を挙げ4度チャンピオンを獲得している。中でもファンの記憶に残っているのは2002年、脇坂11、飯田明がチャンピオンを手にした時だ。その人気を物語るのがチャンピオンマシンのミニカー、今ではプレミアが付きなんと26,800円。脇坂は当時をこう振り返る。モデルの RZ もう買ったんですよ。レッソウルトラフロースープラに乗って戦いましたし、速かったし人気もあったから俺すごいなと思ってましたけど、今ようやく大人になって思うのは、僕らがすごかったんじゃなく、あの時僕らが戦う一つの道具と思ってたスープラが僕らに人気と実力をつけてくれたのかなっていうことをものすごく今思うようになって。脇坂がスープラと共に戦った2001年から参戦終了までの5年間はまさにスープラの黄金期。脇坂のチャンピオンに加え立川雄二も2度チャンピオンを獲得。なんと5年で3回も頂点を掴んだ。立川はスープラの強さをこう振り返る。各メーカーいろんなその得意な場所とか特徴が車にものすごくキャラクターの差があって、中でもスープラはね、空力性能も優れてて、まあ、ハイスピードコースだったり、高速コーナーが速かったので、まあ、特に富士は強かったですよね。富士に滅法強く最速男と呼ばれるまで立川を成長させたのはスープラだったのだ。全日本 GT 選手権をスープラで戦った織戸学はレース界切ってのスープラファン。こちらはかつて織戸が所有していたスープラ。織戸はスープラを愛するあまりオリジナルのエアロパーツを作ってしまった。
スープラ愛は現在も変わらない。なんでスープラなんですか？当時レースをやってる時にサキトで走るレーシングカーとの車を街中で乗るっていうのが自分のなんかストーリーとしてあって、はいはい、それだから GT500 のスープラ乗れるようになった時にスープラを乗るようになってて、そしたら、ね、すごくいい車で、はい、それからねすごい好きでね。オリドを虜にしたのは直列6気筒エンジン。初音ミク AMG 片岡達也もこの直6エンジンに魅了された一人。エンジンは基本ノーマルなんですよ。はいはいはい。まあ、ノーマルでも結構エンジンが速いんで、はい、まあ、サーキットで僕結構使うから。片岡は直6のスープラでサーキット走行を楽しんでいた。しかし直6エンジンはトヨタから姿を消した。それゆえ直6のスープラ復活はファンにとって衝撃的なことだったのだ。今年1月アメリカデトロイトで新型スープラがベールを脱ぐと、翌2月日本でもその姿が公開された。するとスープラの周りは人だかりとなった。ファンの注目はやはりエンジンとその仕上がり。噂されていた通り開発は BMW との共同で進められてきた。新型スープラは車の基本部分であるプラットフォームに加え、エンジンなど主要部分が BMW Z4 と共通している。果たして新型スープラにトヨタらしさは残っているのか。開発責任者を直撃した。さあ、スープラ開発責任者の多田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これはもうスープラですけれども、はい、BMW との共同開発で車を作ったということですけれども、これもそこに至った経緯っていうのは。あ、そうですね。やっぱりスープラといえばね、はい、これ5代目のスープラですけど、歴代のスープラ全て直列6気筒エンジンを使ってるんですね、はい。でこの開発スタートした当時はですね、量産の車自動車メーカーで唯一、ストレート6を持ってるのは BMW だったんですよ、はい。でトヨタは BMW と、まあ、他のプロジェクトでいろいろ関係があってですね、はい、まあ、そういうことがまずスタートのきっかけになったと思います。やはりこだわったのは直6エンジンだった。トヨタらしさっていうのを感じる。まさにね、スープラらしさっていうか、はい、ニュルブルクリンクで唯一その夜のその走りにね、適応できたのは走るスープラだってずっと言われてるんですよね、はいはい。まあ、その味わいがちゃんと残っていると思います。ドイツニュルブルクリンクは世界で最も過酷なサーキット。ここに最も適応できたのが先代のスープラだという。新型となってもその実力がしっかりと受け継がれているのか。さらにスタイリングにもこだわりが。外から見た時のこうデザインを担当した中村はずっと言ってたのは、ただチーフエンジニアからはスポーツカーっていうのは乗ってしまうとこう外観が見えないんだと、はい、唯一見えるのはミラー越しのフェンダーだと、はい。だから座って運転してミラー越しのフェンダーがあーいい形だなって思うような、そこを意識して作れと。そんな発注が来るんですか。実際に座ってみると、あ、本当だ、見えますね。あ、本当にいい感じに。さらにフロントフェンダーの位置も確認できる。これは走る上ではかなりいいかもしれないですね。そうですね、やっぱりね、全く見えないの、まあ、ノーズ長いので、はいはい、全くこう先が見えないのと、はいはい、あそこであの下にタイヤがあるんだなって分かるのと、はい、だいぶ違う感じるのでは、はい、うわ、このまま乗って帰りたいな。そして3月12日ついにその時がやってきた。テレビでは初となるサーキットでの走行インプレッション。どうですか、新型スープラ。いやドキドキしますね。もちろん初めてでしょ。初めてです、初めてです。もうで乗りましょう。いやさ、早速じゃ
飲み込みます。かかりますか。よかったんですけど、まあ、そっからさらに多分数ヶ月でまだそのやれることをこういろいろやって詰めてると思うんで、今日久々に乗ってこうどう変わってるかなってちょっと自分も楽しみですけどね。ついに新型スープラの実力が明らかとなる。この番組はトヨタとご覧のスポンサーの提供でお送りします。発売前の新型スープラ、サーキット走行が実現した。やはり気になるのは直列6気筒ターボのフィーリング。ターボだからといってなんかこうイメージでいうドカーンとこう来るっていうんじゃなくて、すごく下からフラットで、はい、踏んだらすぐにターボラグもなく来てくれるし、なんか乗っててすごく扱いやすい。フィーリングは文句なし。さらに立川が指摘したのはコーナリング性能。こんなによく曲がるこう車今までこうないぐらいよく曲がる。まあ、あのホイールベースももちろん短いんで、はい、すごく気持ちいいっていうのかな。ホイールベースとは前輪と後輪の間の長さ。これをトレッドの長さで割った数値がコーナリング性能を大きく左右する。その数値は 1.55。 量産スポーツカーの中でトップレベルに小さく、コーナリング性能に貢献しているはずだ。やっぱりスポーツカーにとって大事なのって、はい、その思ったように曲がってくれないと、はい、やっぱ気持ちよくない、はい、でこの車すごいよく曲がる。まずそれがこう最初の印象で。大丈夫ですか、立川さんのドライビングでカバーしてないですか、この車。全然すごいな。で、はい、その昨年ちょっと乗せてもらった時思ったのは、よく曲がるんですけど、はい、そのやっぱその分リアが出た時に、はい、ちょっと唐突だったんですよ、はいはい、それはちょっと気になったんだけど、やっぱこの数ヶ月、はい、そこからさらになんか煮詰められてて、なんかこうリアの出方もマイルドになってて。じゃあ逆に僕らその素人からすると乗りやすくなってるってことですね。そうそう、こうやって今リアが出た時もカウンターでればすぐに戻ってくれるし。ではもう一度見てみよう。ここでリアが滑り始める。しかしその動きに唐突さがないため、ドライバーが動きを修正する余裕があるのだ。で、ああやって縁石にこういうところも乗ってもすごく収まりがこういいでしょ。もう誰にでもこう運転しやすい、あの変な癖がない車だなって印象ですよ。楽しい、あの気持ちいいから僕が乗ってみた方がいい。曲がりますか。曲がるわ。本当ですか。大丈夫かな。やばい、乗っちゃった。発売するよりも前に車に乗るという、これもうめったにないことなんで。中尾明義、新型スープラ全開走行。しかしまさかの事態が。中尾はまず伝統の直力エンジンをチェック。あ、でも踏んだら、僕が思ってる通りに、
早く進んでくれるんで。あ、早い。でブレーキも。あ、これは楽しい車かも。このコーナリングの曲がるっていうのはちょっと本当に想像以上によく曲がるんで、これがやっぱりあの特徴ですよね。ここで中尾が本気モードで攻める。オーバースピードでスピン寸前、しかしすぐさま体勢を立て直した。でもちゃんとこうちゃんとね、なんかコントロールできたのな。そういう風にさせてくれんだな、車がなんかサポートしてくれてるんですよ、僕のドライビングを。もう今のダメな車だったらスピンしてますよね。さらに限界に挑戦。めちゃめちゃ滑ってる。でもなんかスライドがゆっくりでコントロールしやすいじゃん。そうなんですよ。なんか滑ってますよね今僕みたいな感じの余裕があるんですよ。今だいぶ滑りながら曲がってってる。そうですよね。うまいっていうぐらい。ここでもう一度立川にチェンジ。これ立川さん4気筒も。はいはい。あるんですよね。4気筒もあります。で、立川さんそれ4気筒も乗られたことはあります？あります。その4気筒の方はどうですか？はね、あのパワーはちょっとやっぱ劣るんですけど、はいはい、あの車軽くなるんで、はい、さらに機敏に曲がるように。そうか、コーナリングがより良くなるんですね。ちょっとコーナリング重視。はい、走行を終えた中尾は乗ってからまた見るとこのホイールベースの短さが、うん、ね、やっぱりよりそれが生きてるんだなって乗ると分かるでしょ。分かりますしね、はい、このスープラは2020年スーパー GT に投入される。トヨタの情熱が注ぎ込まれたスープラ GT はサーキットに新たな旋風を巻き起こすだろう。その走りに今から期待が高まる。 LC でいうと、はい、ラストイヤーになると思いますけど、まあ、今シーズンはどんな1年になりますかね。うーん、まあそうですね、できればね LC でね、はい、優秀の美を LC 飾って気持ちよくこうスープラに、ね、はいはい、つなげたいなと。日産の GT500 を引退した本山聡がレース人生を語る。数々の栄光を手にしてきた本山聡、そのレース人生には努力と葛藤が隠されていた。スーパー GT 開幕まで一月を切った。この番組はトヨタとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。帝王本山聡伝説。